とアルファステーションから生放送でお送りしています。ワンファインデー、 DJ は寺田由美子です。さあ、毎月第2水曜日にお届けするコーナー、マイディスカバリープロジェクト。このコーナーでは今のリアルな高校生の活動のご紹介を通し、若者たちのアイデアが企業活動へとリンクする新しい価値観を探求するコーナー。今まさに高等学校でそのカリクラムに取り組んでいる現役の先生とお届けしていきます。ご一緒するのはこの方です。立命館守山中学校高等学校の田辺典子先生です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。先生、今日はですね、似た者同士というこんなテーマでお届けしていますが、はい、聞いてました。ありがとうございます。はい、学校で何かこう似た者同士を感じることってありますか？あのですね、はい、初めてお会いする保護者の方でも、誰の親御さんか分かるだいたいなんか初めて会うのに初めてじゃないみたいな、うん、それは顔が似ているっていうことはもちろんあると思いますけど、まあ、雰囲気とか、うん、そうですね。だから息子さんとお母さんとかでも分かるんですよね。なんか性別が別でも違っていても、この親御さんが育てたお子さんだなみたいな。で、結構当たりますよそんな風にして見られてるんですねそれが当てはまるかな。面白い、先生ならではの視点ですね。そうかもしれないです ね親子ってやっぱり似るんですねっていう話でした ね、はい、そうなんです。で、先生に前回お話しいただいたのがですね、はい、立命館守山高等学校立森の生徒さんの探究活動をスムーズに進めるために企業や地域との連携をするシステム、立森公式探究窓口というものがあるということを、教えていただいたんですけれども、まあ、生徒さんのためのカリキュラムではあるはずが、まあ、いろんな企業さんへのメリットになって、それが取り組みとしても広がっていくんだっていうことで、まあ、このコーナーでも本当にそれを目の当たりにしているところでもあります。で、少し前になりますが、この夏休みにも生徒の皆さんの探究活動につながる企業さんとの出来事っていうのがあったそうですね。そうなんですね。あの、学校の先生って夏休み何してるんですかっていう質問をすごいたくさん受けるんですけど、そうでしょうね、私も1ヶ月もあってみたいな、ね、そうですね、やっぱりそこの部分って見えてこないですし、未だに聞きたくなることの一つですねで、まあ、その中の一つに、はい、全員教員が参加する教員研修会っていうのがあるんですよね。で、2日間今年も開催されたんですけど、今年度はそこで種屋グループさんの山本正人 CEO に講演していただいたんですよ。はい、バームクーヘンのクラブハリエとか、うん、和菓子の種屋って言ったら皆さんピンとくるんじゃないかと思うんですけれども、もちろんご存知かと思います ね。で、なんで教員研修会でそういう方をお呼びするかというと、はい、まあ、同じ滋賀という場所で人や会社を育てていくっていう経営者の哲学みたいなところが教育にも通じるところがあるんですね。はい、異業種から学ぶことっていうのも多いので、まあ、今回はそういう形を取ったんですけれども、この講演会の時に人事の方も同席されていたので、はい、ちょっと話しかけてみたんですね。うん、私ラジオに出てるんですけどみたいな、ここからすごい説明が必要なんですそうですよ、先生がなぜみたいな。そうなんですよ、ね、まあ、かくかくしかじか で、まあ、正直なところ一般企業の方って高校生の活動に興味ありますかというふうに、まあ、聞いてみたんですよね。はい、ズバリと。はい、まあ、そしたら、まあ、こうおっしゃったんです。採用の面接をすると自分のことをこう存分にアピールできないという人たちがいるんだと、うん、なので学校では自分の価値っていうのをどういうふうに育っているのかは気になりますねという話で、いや、もうこれは来たなと思いましたね。来たぞと、はい、それがまさにこう探究の中で育んでいるものなんですね。だから高校生の探究活動について紹介するっていうのは、まあ、そういった観点から企業の皆さんにとっても意味のあるものだと気づいたっていう、ちょっと私の夏休みエピソードなんですけどね。いいお話でも、本当にまさにそこの部分ですよね。探究の授業っていうのは自分の価値をどんどん掘り下げていくところでもありますし、そうですね、ね、こちらとしては、こちらっていうのは先生側としては来たなっていうね、これだっていう感じですよね。そうですね。で、まあ、これをきっかけに種屋さんともこの夏新たなつながりができたんですか？はい、
この講演会自体はうちの校長が依頼したっていうところからスタートなんですけども、はい、まあ、それとは別で夏休みにみんなで作る未来の田んぼっていうプロジェクトがありまして、はい、一緒に米作りに協力してくれるボランティアいませんかというお誘いを種屋さんから学校が受けたんですね、はい、でこのプロジェクトで種屋さんはラコリーナというご自身のフラッグシップ店で持っている田んぼでの農薬を使わない米作りをされています、うん、農薬を使わないってなると稲よりも成長パワーが強い雑草、これがたくさん生えてくるので取り除く作業が必要ですよね、はい、そうですね、この夏は特に雑草が勢いよく生えていたんじゃないかなと思いますけどね、え、うん、7月半ば頃からたくさん出てくるということで、それを手で取る除草のボランティアが欲しいですということでした、はい、こういう企業さんからのお誘いって実は学校はすごくありがたいんですよ。なんでかっていうと、うん、田んぼっていうところをキーワードにいろんな問題関心を持つ生徒たちが探究活動のヒントを得ることができるからなんです、はい、例えばこれはそのものズバリですけれども、人に優しい除草剤の開発を考えたいよという理系の生徒、はい、とか農家さんの負担を減らして持続可能な農業について考えたい、これは文系の生徒ですね。それからもう一つ文系の生徒で一次産業の食品ロスについて考えたい、こういう、ね、子たちがこう田んぼっていうキーワードに寄ってくるんですよ。すごい面白い、一つのキーワードにこれだけの見方があるっていうことですもんね。そういうことですよ ね、 ねえ、実際にここからどんな風に田んぼからどんな風に生徒さんの考え方とか活動が発展していったのかっていうところを聞きたいですよね。じゃあ私が授業を持ってます文系の生徒なんですけれども、はい、1人目は農家さんの負担を減らしたい王ちゃん、うん、おーちゃんはあの植物を育てるのが好きなんですよ。で、はい、その自分の好きから発展して日本の農業が抱える社会問題を解決したいと考えてます、うん、で農業に携わるいろんな人たちの活動を見聞きしてきたんだけれども、自分が農業体験を直接したことがないということで今回参加を決めました、うん、はい、実際に作業してみて何が一番苦戦したかというと、もう暑さ、いやそうでしょうね、夏休みだったんでもう連日35度近くだったじゃないですか、酷暑でした からそんな中こう長時間外で作業するっていうのはもうとてもじゃないけど厳しいと、で今回の除草の作業 もう時間も短縮したりとかこまめに休憩したりということで、まあ、乗り切ったらしいんですけれども、はい、自然相手の仕事だから仕方がないとはいえ、これを仕方がないのままにしたら農業ってますます大変になっていくじゃないですか、なので微力ではあるけれども自分がこのプロジェクトに参加して感じた農業の課題とか魅力についてポスターセッションのような形でまとめて、うんうん、種屋さんのお店とかに展示してもらえないかなというふうに考えたようです。いい発展の仕方です ね、まあ、結論としてはちょっと難しいということになってですね、実現できないんですけれども、はい、まあ、これを授業の意義として捉えると、そういうことにトライして直接企業の大人たちと対話した結果、はい、ね、何ができて何ができないかっていうのが分かるのも大事なんじゃないかと思いますし、そこからまた自分が何をじゃあこれから学んでいけばもっと有意義になるのかっていうのも明確になって貴重な経験だったと思いますね、うん、そうですよね、頭の中でまずは考えてみて、だけど実際におーちゃんがこの体験をしてみないと、農業体験をしてみないとどれだけの暑さとの戦いだったのかっていうのは分からなかったところで、まあ、実際体験するということがとても大切ですよね。ですね、それによってこう自分の発信する言葉にこうリアリティが増すということですもんね、はい、これは一つおーちゃんの、まあ、発展の仕方でありました、はい、もう一人はい、教えてほしいですね、はい、一次産業の食品ロスについて考えたい、こちらキーちゃんしておきましょう、はい、キーちゃんは食品メーカーで将来商品開発をしたいなというふうに思っています、はい、で食品ロスの問題に取り組んでるんですけど、今はですね、うんうん、琵琶湖の捨てられてしまう魚、これをどう活用するかについて探求してます、はい、でその中で漁業についてはいろいろ調べたんだけれども、ちょっと詰まってきた中で、同じ一次産業である農業、こっちはどういう工夫がされてるのかなということで参加を決めたそうです、はい、で要は田んぼで除草するっていうことは、雑草を刈ることで健康に育つ稲を多くしてロスを防ぐっていうことじゃないですか、うん、繋がりますもんね、そこに着目したってことなんですよね、はい、で今回このボランティアに参加すると、実はラコリーナの社員食堂でお昼ご飯を一緒に食べることができるという特典があったんですけども、うん、そうなんですね、実はこの
助走ではなくてこっちの方で学びがあったという話本人から聞きました。でここでまかないの食事を一緒に食べるんですけど、和菓子に必要なこしあん、これを製造するときに出てしまう小豆の皮がありますね、はい、それをお味噌汁に使っていたそうなんです。で食べられるものを捨てずに、でお客さんに見えないところでも使っていると、うんうん、自分の見える範囲で、まあ、つまり商品となるところで食品ロスについて考えていたんだけれども、はい、商品とならない部分でもそのロスが解決できるんだと分かった時に、うんうん、あ、そういう人が見てない見えないところにも着目するっていう広い観点が必要なんだなと学んだということでした、はいはい、参加の動機もすごいいいんですけれども、実際行ってみていい気づきもありまして、このキーちゃんの具体的な活動はまた今度お話ちょっとできたらなと思うんですけどね、はい、やっぱり気づきが大事ですね。そうですよね、行って分かることってたくさんありますからね、はい、そうですよね。でまたキーちゃんの場合は社食でそれが分かったというか、そこにヒントがあったわけで、どこにそういうヒントが転がっているのか分からないっていうことを考えると、やっぱり自分から積極的に、ま、企業さんに対してもコンタクトを取っていくことっていうことがとっても大事ですね。そうですね、一回何でもやってみるっていうね、はい、まあ、その目的が同じだったとしてもプロセスっていうのはもう本当にいくつものパターンがあるんだなっていうのを今お話聞いていて思いました。で逆に企業さんの側にとってもこんな考え方があるんだなっていう新たな発見だったような気もしますね。そう言っていただけたらすごいありがたいですね、うん、学校と企業の連携ってこう何もピンポイントじゃなくてもよくって、はい、今回の場合で言うと生徒の探究ありきでつながったわけではないですね、うん、こう教員の研修会に来ていただいたっていうところが始まりなので、はい、まあ、でもそうやって企業と学校が何かしらのつながりを持てば、企業はボランティアの要員が確保できたりだとか、学校は活動の場が手に入ったりということで交流の裾野が広がってウィンウィンの関係を築けることもあるんですよ、はい、で企業のリソースって学校にとってはすごい魅力的ですよね。例えばうちは田んぼなんか持ってないですしねなのでそういうところはすごい魅力的ですし、企業さんにとっても若者がどうやって社会とつながってるのかとか、はい、将来の就職先とかにどうつなげていくのかっていうことを知る機会になるんじゃないかなと思うんです、はい、で、まあ、今日の冒頭の話に戻れば、うん、生徒たちはこうやって大人たちに自分の活動が認められたりだとか必要とされてたりするっていうことで自己肯定感を育んでいますよということを、まあ、お伝えしたいですね、はいはい、で前回企業の側からすると学校っていうところは門戸が狭いし硬いというイメージがあるという話だったんですけども、うん、まずはボランティア募集しますみたいなところからお声かけいただければと思ってます。そうですよね、やっぱりその魅力的な人材っていうのは企業側 もう当然求めることであり、それが学生時代から自分のことがしっかりと探求できていて自分の価値が分かっているっていうところはとてもこう採用面接でも見たいところなんじゃないかなと思うし、企業に入ってからも育てていきたいところなんじゃないかなと思いますね。そうですね、なのでこう採用面接の時に、うん、探求何してましたかとかね、はいはい、そう質問が出てくるといいですよね。そうですよね、新しいこうキーワードとしてちょっと探求っていうのを企業さんも使っていただければなと思います、はい、そこに様々な考え方がありますし、そこにこう採用していくヒントがあるんじゃないかなって思うので、これからそれが広がっていくといいですよね。そうですね、はい、では田辺先生、最後にお知らせお願いします。はい、ということで、まあ、そういう本校の様子をより深く知っていただくために、立命館守山中学校高等学校では学校から遠い地域の方にも本校のことを知ってもらえるよう学校説明会を11月に開催します。まず来月11月9日土曜日、こちらは滋賀県の JR 彦根駅前にあるアルプラザ彦根6階で学校説明会 in 彦根を行います。開催時間は午前10時30分から12時30分までとなります、はい、また11月23日土曜日、こちらは大阪府にある立命館大学大阪茨城キャンパスで学校説明会 in 大阪を行います。開催時間は午前10時から12時30分までです、はい、説明会の中では学校紹介と入試説明を行います。またご希望の方には個別相談も実施します。参加をご希望の方は立命館守山ホームページからお申し込みください。
申し込み受付はそれぞれ1ヶ月前からですので、彦根の説明会は今日から、大阪の説明会は10月23日からとなります。皆様の参加お待ちしています。はい、ありがとうございます。立森のこの探究の取り組みっていうのはすごく学校の特色を表していることの一つなんじゃないかなと思いました。その通りですね。ねえ、立森といえば探究って言っていただきたいですね。ねえ、で実際にこうやって学校に足を運んで、まあ、説明会とか聞いていただけると、学校の様子って手に取るように分かってくると思いますので、たくさんの方にご参加いただけるといいですね。はい、よろしくお願いします。今のリアルな高校生の活動のご紹介を通して、若者たちのアイデアが企業活動へとリンクする新しい価値観を探求するコーナー、マイディスカバリープロジェクト。この時間は立命館森山中学校高等学校の田辺紀子先生とともにお届けしていきました。先生、どうもありがとうございました。ありがとうございました。